他人との競争よりか自分のベストを超えていくみたいなのの方が楽しかったりはするかな。まあ、常にこう一人でも追いかけていくものはあるのかなっていう感じです。筑波サーキットで行われた牛谷ライディングミーティング、ロードレース世界選手権元2に参戦中の小倉愛選手はゲストとして参加者の先導を行った。筑波自体中学生以来走ってないんで久しぶりな感じでした。あんたと違いますか？だいぶ。え、そんなこともないですよ。ちゃんと走るし、まあ600で一応大きい排気量だね。別に日の丸を背負い世界を走る小倉選手は現在21歳。元2では多くのレースで表彰台へ上がる好成績、スペインでは1位でフィニッシュし世界から高い注目を浴びている。7月は MotoGP 選手はサマーブレイク、小倉選手はその期間もバイク付けの毎日を送っている。練習ですか？え、めっちゃしてますよ。毎日レベルで乗ってます。びっくりびっくりします。昨日一緒に練習してました。モトクロス。忙しいの好きじゃないんですけど、暇も好きじゃないんで、暇を仕事関連のもので、まあ自分は別にオートバイ仕事と思ってないんですけどでもみんなそうじゃないですか。程よいなんかしてる時間っていうサイクルが一番やっぱ気持ちがいいじゃないですか。そんな根っからのバイク好き。しかし幼少の頃は、まあ、本当は好きじゃなかったんですけどね、ちっちゃい頃。ポケバイの頃なんてレースとかあんま好きじゃなかったんで。小倉選手がバイクに乗り始めたのは3歳の頃。バイクレーサーだった父の影響でサーキットが幼少の頃から日常にあった。ちっちゃい頃なんてやっぱ親に怒られるだけなんで、オートバイとか乗っててもやっぱここがこうだここがこうだってちょっと嫌だなと思いながらも、父の熱い指導、そして追いかける存在もあった。それが姉で現在オートレーサーの小倉カレンだ。まあ、姉と戦ってた時期っていうのはポケバイしかなくて、でポケバイ時代って自分ずっと勝てなかったので、お姉ちゃんの方がいつも先でゴールして、で自分は後ろっていう形が多かったので、まあ悔しいとかもそこまではなかったですけど、まあね、ずっとあっちが上でゴールして自分が後ろだったんで、でミニバイク上がってからもう戦う機会がなかったんで、なんかね、戦ってないだけにもう一生勝てない相手みたいになってますけど。当時の小倉選手はレース関係者からカレンの弟という認識で目立つ存在ではなかった。まあ今思うとそんな好きじゃなかったのになんで乗ってたんだろうと思うんですけど、まあ乗ること自体は楽しかったのかなっていう感じは、まあ、自分レースっていうよりなんか単純に乗ってる方がオートバイとしては好きかなっていう感じですね。分かりますからね、自分で乗ってればうまく操れてきたとか、もうそういう、あと明確にラップタイムとかで分かりやすいものがあるんで、まあ、常にこう一人でも追いかけていくものはあるのかなっていう感じですね。ライバルは自分自身、純粋に速さを求めてきた。MotoGP の人たちすごい見て、やっぱ理由があるんで、なんで速いとかなんであれができるっていうのは、まあちゃんと見ていくと理由は絶対あるんで、そういうところをちっちゃい頃からちょっと細かくやってってっていう感じです。速さを求める探求心で
着実に力をつけてきた小倉選手にターニングポイントが訪れる。それが海外で活躍するライダーの発掘と育成を目的としたアジアタレントカップのセレクションでした。その世界に行くにあたってはタレントカップに受からなかったらもう道はないって自分で思ってたんで、まあ、自分の家の状況だったりとかそういうのをいろいろ考えるとまあそこしかないっていうのは分かることなんで。中学生の人生の決断、周囲の期待を背負い世界へ挑戦した。もうそこで自分のあれは決まると思ってたんでかなりなんていうんだろうな、緊張しましたし、まあ、受かった時はすごい嬉しかったです。飛び出した環境で大きな力をつけた。2018年モト3でグランプリデビュー、2020年にはチャンピオン争いを展開しランキング総合3位、2021年以降はモト2クラスに参戦し高い成果を上げている。毎戦毎戦が必死すぎて1年でも結果が出ないってなるとやっぱりこう継続参戦していくっていうのは難しいし、次のステップに上がることももちろんできないので、上に上がれるぐらいの何かを見せていかないと毎年走っていくことができないので、毎年そうですけど一応こう壁には当たっていて、じゃあ実戦で、まあ、自分より速かった人がいてあれにこう追いつくにはどうしたらいいのかっていうのを考えて、まあ、日本帰ってきて練習で実践してみるっていう形なんで。またバイク以外にも行っている練習が、高い心拍を長時間って、まあ、レースもそうじゃないですか、はい、だからまあ自転車はそのトレーニング、8割もうメンタル、もうダメって思った時の心が折れかけた時のなんていうんだろうな、そこからもう一段階みたいなトレーニングですけど、コンマ1とかコンマ2で戦ってる世界なんで、メンタル的にちょっとでもなんかふってなるとすぐねコンマ4、5とか落ちてきちゃうんですよ。だからやっぱずっとこうミスタートとかでもふってやってないといけないんで、もう自転車はまんまそれなんで。メンタル面でもう一つ改善したいものが、あんまよく知らない人とか挨拶程度で終わっちゃうんで、なんかまあちょっと損してんのかなみたいなところはちょっとありますけどね。普段はあの暗いっす。愛はもう朝卵かけご飯をもう顔が死んだような顔で食べてる。逆に朝起きてニコニコしてる人の方がおかしいですか？いや、おかしくない。もう一人のタイのチャントラっていうのがいるんですけど、爆音で音楽流したりとか、朝がダンスダンス。基本俺以外はみんな明るい子たちなんで、チームでも一緒に住んでるだけあってみんな仲いいんですけどね。この洋服好きなやつだったら洋服の話とかしてるし、俺はそんなそういうのに疎いんであんまり乗っかっていけないんですけど。チームで戦うレース、そこに新たな喜びも感じています。やっぱクラスが上がっていけば上がっていくほどプレッシャーみたいな、自分にかかる重圧みたいなのも大きくなるんですけど、その分やっぱ自分がいい結果出すと、まあ、周りの人たちが喜んでくれるので、まあ、特にチームなんかはすごい喜んでくれるんで、そこはなんかやってて、まあ、楽しいなというか、今年でいうとやっぱアルゼンチンでチームメイトと一緒に上がれて、ね、自分は3位でしたけど、なんか今までで一番嬉しい、まあ、2位とか3位だったら一番嬉しいかなっていう感じです。クラスとしては一つ上がもう残されてるだけなので、一番上のクラスで最終的には戦っていけたら、まあ、自分は嬉しいかなっていう感じです。自分が今立つその原点にあるものは、まあ他人との競争よりか自分のベストを
超えていくみたいなのの方が楽しかったりはするかなと思う。まあ単純に、まあ、バイクは好きなのかなっていうことですかね。